大喜ぶ、力こぶってことで、今日は山上げ積み込み中、詳しいことは後で話します。とにかくトラックに積み込んで、僕の農場、東京の農場から涼しいところに引っ越しをします。じゃあやろう。こんな感じでトラックによいしょ、もうスタートだけど、だいたい200円くらい1回のトラックに積み込みます。お、アナログ手積みです。機械が欲しい。はい、次の台車。積み込み完了です。これで、明日の朝、山に持ってって、下ろすという作業になります。とりあえず今日ここまでゆっくり休みます。休めないけど。おはようございます。朝の5時ぐらい、夜明けと同時に山上げに出発です。東京から二子へ行くぞ。ってことで、二子千丁ヶ原農場にやってきました。横山園芸では山上げという作業をやっています。まあ冷蔵処理ですね。時期を早く感じさせて、早く花を咲かせるために、こういう作業をやっています。要はクリスマスローズを今日は持ってきてるんですけど、クリスマスローズは夏、暑い夏があって、涼しい秋があって、寒い冬があって、暖かくなってくると花が咲くというリズムを持っています。なので、東京はまだこれから、秋が来て、冬が来てという感じになるのを、それをいち早く、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらい早く経験させるために、ここの農場に持ってきて、早く冬を経験させると。今9月の上旬ですけど、ここから11月の上旬ぐらいまで、クリスマスローズをここに置いて、だいたい普通だったら2月3月に咲くところを1月とか、下手すら12月の終わりから1月2月に咲くように調整をするために持ってきています。なのでね、園芸店ではすごく、1月2月にいっぱい出てくるのはこういうことをやったりして、生産者が工夫して早く、花を咲かせるというふうにしています。で、クリスマスローズの生産者の中では、山、夏に持ってきて成長させるっていう人もいるんですけど、横山園芸では夏は東京の暑さ、要は丈夫なものを作りたいっていう思いから、夏は東京で管理して、夏が終わった今ぐらいの時期に山に持ってきて、花芽を早く動かせる、動かして早く花を咲かせるっていうことのためにやっています。なので、横山園芸のやつをね、1月2月に買っても、翌年は2月3月地域にもよりますけど、もう普通通り咲いてしまうというのは、普通通りに戻ってしまうというところなので、頭の中に入れといていただければと思います。どうかな。今日は天気も良くて、本当にね、ずっと雨で、農場にも来れなくてやりたかったんですけど、そんな感じでやっております。あとで次回になるのかな、ダイヤモンドリーの方も説明したいと思います。よろしくお願いします。またねー。